どっちみち一部しか使われていないものをやめたって皆さんに大きな影響はございません。一部へこむ部分は別の形で補填すればいい。ただし消費税をやめることによって大きく自分たちが損をすると思う人たちがいます。誰でしょうか。資本家です。一部大企業です。この消費税は彼らにとって減税をしてもらうための穴埋めに使われているからです。その通り、直感比率の是正、消費税とは何か、金持ちに減税、大企業に減税、その穴埋めの財源が消費税でございます。1989年、そこから2016年までの間を見てみれば、これは一目瞭然。消費税と法人税、この2つに特化してみた場合に言えることは、消費税収のうち約 73% が法人税減税の穴埋めに使われていたと言える。これに納得いく人いますか。私は納得いかない。みんなのために使うからねという空気を醸し出しながら、みんなのためには使わず、一部の人だけのことをするために埋め合わせの前提財源として使われてきた。こんな財源、こんな税制やめるべきですよ。消費税やめたらどうなる。毎日が 10% オフです。素晴らしいじゃないですか。チラシを見比べて、どこで野菜が安く売ってるかとか、10円や1円の違いまで気を配りながらお買い物をされている方々も多い中、毎日が 10% オフ、そうなれば消費が喚起される。物が売れる。物が売れれば当然所得も上がっていく。当たり前の習慣を取り戻していきませんか。今言いました。消費税を廃止することによって所得が上がっていくんだと。これは山本太郎の妄言でも何でもございません。参議院の計量シミュレーション、今年の5月に出された試算の内容によると、消費税をやめた5年後、一人当たりの平均年収は30万円上がる。消費税をやめた10年後、一人当たりの平均年収は58万円上がるというデータが出てきた。そりゃそうです。これまで社会にお金の循環を作っていくはずの消費税、それをせき止め続けてきたのが消費税。社会にお金が流れづらくしてきたものを撤去すれば、社会にお金がちゃんと循環する。物が売れる、所得が上がる。当たり前の流れを今取り戻す必要があります。どうか日本の経済を復活させていただきたい。どうか私たち令和新選組の最も永田町の中でも野心的、そして実現可能な経済政策、どうか皆さんにご支持をいただきたいです。この場では全ては語れません。なので詳しくはホームページなどをご覧いただきたいと思います。もうね、それぐらい大胆なことやらなきゃこの国終わっちゃいますよ。国として形は上る。でもその中に生きている人たちはどんどん疲弊します。現在の物価高だけでも今後皆さんにどのような影響を及ぼすかって言ったら、消費税 3% が新たに増税されたぐらいのインパクトが訪れる。これを放置し続ければ当然中小経済が潰れます。そして生活者の首もしまう。だからこそ政治がここで大胆な決断をする必要がある。最低でも消費税は減税、物価高に対応するならここまででいいけれども、この国は世界で唯一、先進国の中で唯一、25年目の不況が続く国、徹底的に景気を底上げしていくためには消費税廃止しかございません。どうかやらせていただきたい。令和新選組に。熱意は分かった山本だろ。でもな、お前たちの政党は700人国会議員がいるうちのたった5人しかいないくせに、一体どうやって消費税を廃止するんだ。そう言われる方がいらっしゃいます。ごめんなさい。たとえ小さい存在であったとしてもやれることはあります。というよりもすでに風穴は開けております。どういうことか。2019年山本太郎を一人で肩掛けをしたのが令和新選組。その時に掲げた政策一丁目一番地は消費税廃止でした。その時に国会はどうだったか。その時の国会は仕上げたムードでした。笑われた。バカなんじゃないの山本。消費税減税とか消費税廃止とかもうみんな興味ないよ。30年も払い続けてるものに対して
みんなそんな反応するもんじゃない。やっぱり好きするね、お前は。そう笑われたんです。でも今どうなってますか。この3人選挙で消費税は自民党公明党以外軒並み減税化してますよ。つまりは何か、この3年間5人の国会議員で国会の中に V 社を植え付けて食べ続けてきた結果、国会の中外の皆さんの力を連携しながら消費税や減税の分のことまで自民公明以外一つにしたじゃないですか。いかがでしょうか。小さくたってやれることあるんですよ。でもこの力さらに大きくしたいんです。まずは減税、その先を廃止に向けて力を集めていただきたい。そのメッセージをさらに大きくするためには、その影響力をさらに大きくするためには、どうかこの選挙に私たち令和新選組を拡大させていただきたい。東京にお住まいの皆さんには1枚目の投票用紙、山本太郎とお書きいただきたいです。そして2枚目の投票用紙、どうか全国の皆さんに比例でひらがな3文字令和、令和とお書きいただきたいんです。よろしくお願いします。今日は比例のメンバーは来てるんですかね。いらっしゃる。ありがとうございます。先ほど私が車での間にも、令和新選組の魅力的な、候補者たちご覧いただいたと思います。選挙区、私は東京で出ていますが、選挙区これ1枚目なんですね。東京にお住まいでない方は、それぞれの都道府県、お住まいになっている都道府県の、公営掲示板ポスターが貼られているところから自分のお気に入りを1人ピックアップしてもらう作業、それが1枚目の投票用紙、選挙区です。2枚目の投票用紙は政党の名前で、もしくは個人名で書けるよっていうことなんですね。私たち今新選組からはこの比例で非常に素晴らしいメンバーたちが今回立候補してくれています。9人もいるんですよ。個人名覚えられない、そんな人たちいっぱいいると思います。もう名前が分からなくなったって方はひらがな3文字令和と書いても OK。 そしてこの人だけは絶対に国会に行ってもらいたい、そういう個人名をしっかりと記憶されている方は個人名で記入が可能です。選挙によって書き方が変わってくるのでご注意ください。1枚目は選挙、東京にお住まいのあなたには山本太郎と書いていただきたい。2枚目の投票用紙、比例はどうか令和とお書きください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあここからなんですけれども、少し皆さんの Q&A 流れに乗ってやろうかなと思います。山本太郎に直接道をあなたが質問をしていただくということでございます。